ボシャボシャ。おはようございます。今日はですね、こちら持ってきました。たーだん。エゾマツです。エゾマツ。北海道の広瀬さんのところでゲットしてきたエゾマツ。雑草も生えまくって、すごいことになってるエゾマツです。一度枝は振ったのかな？枝は振ったんだけど、まあこの辺が枝足りてないですね。そんな感じのエゾマツさん。うちにはね、エゾマツ何本かあったんですけど、夏の暑さだったり、夏の暑さだね。夏の暑さでやられて、ちょっとね、育たないっていうか、環境が合わないみたいで、いくつか枯らしちゃったものがあるんですけど、こいつはね、唯一の生き残りですね。八つぶさ小の白目の笹の小。八つぶさ白目の笹の小。っていう、品種のエゾマツ。今日こいつの手入れやっていこうかなと思います。ちょっと見づらいんで、まずは雑草から抜いていきましょうか。雑草から引っこ抜いて少し見やすくしていきましょう。こっちにもでっかいのいるな。やったー、抜けたー。これで少しは見やすくなったんじゃないかな。細かい雑草はあるけど、まあ、細かいのはご愛嬌で残しておきましょうか。上の手入れをメインにしたいんで、一旦これでいきましょう。おー、見やすくなった。いいっすね。こんな感じで、まあうちの10センチサイズから見るとだいぶでかいんですけど、まあある程度でかくしてガツンと追い込んであげればいいかなと思って、今はね、もう多少でっかいのも許容してる状態って感じです。はい。こんな感じで一箇所、タイラップ巻かれてますね。この枝を下げるためにタイラップ巻いてるのかな？外してみようか。外してこの枝が浮くかどうかですね。ちょっと、ハサミ入れるんで、動くか見ていきましょう。切ります。おー。ほとんど動かなかったですね。ってことは、このタイラップがしっかり効いて、枝がある程度固定されてますよ、といったところです。はい。バッチリですね。あ、枯れてる、この枝。結構重要な枝。枯れてる。ちっちゃいけど重要そうな枝がやられてました。中の方には、あ、ここも枯れてる。枯れてる枝を落としていきましょうか。枯れ枝は除去して、よっ、こいつね、枯れ枝、こいつ、あとこいつも枯れてますね。ここ、ここも枯れてました。いやー、もったいねえな。ここがスカスカだから、ここを埋めたいのに、いい方向から出てる枝が枯れちゃってて残念ですね。これでまたこの隙間を埋めるのに少し時間がかかる。よし、じゃあこいつ頭とか、まあ、追い込んでいきましょうか。これ長えな、こいつ。この枝長い。目かな、枝かな、わかんねえな。どこまで追い込めるかがわかんねえな。適当でいいのか。芽吹いてくるかな。まあ、実験込みで追い込んでみましょうか。まあ、春からの成長を楽しみにしましょう。でかいんで、頭がっつり追い込みたいですね。追い込めるとこまで。で、横は、まあ、多少伸びてるところを追い込む程度。そんな感じでやっていきましょう。これでけえな。これがっつりいきたいな。ここ飛ばしましょうか。よっ。おー。がっつりいったな。他は？大きめにいけそうなところ。これもいけそうだな。これ
でかいんでね、頭は短くしたいんで。おー、こんなでっかいね、落とすの、なんかね、不安というか、なんて言うんだろう。こんなやっちゃっていいの感はあるんですけど。お、ここもいけそうだな。これもいっちゃいましょう。こいつ。お、切れなかった。よりゃー。おー。かなりスッキリしますね。いい感じ、いい感じ。いい感じに追い込めてる。これはもう元からいっちゃう。おりゃ。いいっすね。追い込めてますね。枝数が少ないから、追い込んだら追い込んだだけ成果が出るっていう感じ。これもいっちゃうか。よいしょー。バッチリ。中に小さい芽がいっぱいありますね。ちょん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 と。素晴らしいです。この辺も追い込みたいけど、ああ、いるね。うちが、これ目かな？これ目かな？でもその下にもいるから大丈夫だ。よし、これは落とそう。よし。ここも落とそう。よいしょー。バッチリ。ここに目がいるんですよね。ここに。なんで、ここと、ここ。しっかりと追い込めました。はい。これでもだいぶ印象変わりますね。かなり樹高が低くなった。素晴らしい。こんな感じで、まあ全体的に追い込みつつ、枯れだったら落としつつ、っていう感じで、全体的にも整えて追い込んでいきたいなと、思います。早送りでやっちゃいます。はい、完了。結構落としたな。そこまで枝数多い木じゃないんですけど、こんだけの量落としたんで、まあ、スカスカになりましたね。最終的には。終わった姿がこちらです。ダダン。まだもうちょいいけるんじゃないかっていう気持ちもあるんですけど、まあ、これ以上やっちゃうとね、また負担がかかって、枯れちゃう可能性もゼロではないんで、一旦これぐらいで止めてます。間延びがすごいですね。思ったよりも剪定してると中の間延びがすごい気になりました。間延びが気になるんだけれども内側に芽がないし、切っちゃうと少し寂しくなっちゃうかなーっていうので、まあ長めに残しているんです、いるっていう状態で、まだ、なんて言うんだろう、盆栽として、鑑賞するには、ほど遠い。まだまだ時間がかかりそうだな、といった印象。この辺で止めときたいなと思います。ちょっと待ってね。樹高を測ってみましょう。10センチね。難しいんですよね。この木を10センチ以下にするのって。この辺が10センチライン。今12センチぐらいあるんで、頭は飛ばさないとダメですね。7センチ、6センチのちょい上ぐらいのところで、切り戻さないと、10センチは厳しいかな。もしくは、切り戻すんじゃなくて、こいつを前枝にしちゃうとかね。こう、ググッと下げて、手前にググッと下げて、前枝にしちゃって、で、新しく芯を立てるとか、
そういうのでもありっちゃありかな。ちっちゃく作るんだったらそうするかな。あとは枝先遊んでるんで針金かけてやりたいとこではありますが、まだいいかな。ちょっと枝先よりも先に内側の枝の整理が必要、まだまだ必要といった印象です。あ、これ枯れてんな。こいつ枯れ枝見逃してた。枯れ枝一本でもね、日当たりが少しでも変わるなら、風通しが少しでも変わるなら、しっかり除去しておきましょう。こういうのとか気になる。下げたい。グッて下げて、こう、ちゃんこの隙間をね、こうあるんだけど、こういう枝をグッと下げて、ど真ん中に、この隙間ど真ん中にドーンと置くだけでも、少しね、印象変わるんで、細かいところね、こういうとこ、細かいところ、手入れしていけば、見栄えは全然良くなるとは思います。が、まだ骨格作り段階なんで、一旦置いておきます。はい。がっつり追い込んだんでね、また春にギュンと全体的に伸びてきてくれることに期待しましょう。できれば胴吹きをね、多めにいただきたいです。頑張ってほしいですね。はい。エゾマツ。こんな感じで手入れが完了しましたよ。本日の作業は以上です。